おや、見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造依頼、それとも雑談？材料を届けに来たんだ。ほら、なんとかってやつを作るのに使う。ああ、マジックポケットだね。もういくつも注文が入ってるから一目でわかったよ。いや、もうすでに十分な数の資金をもらってるから、あの子たちが何に使うのかを聞いて私も値下げしてあげたかったんだけど、私も商売で苦労してるだろうからそのままの金額でいいって聞かなくてね。まったく、お金持ちなだけじゃない、本当に優しい子たちだよ。リネたちってお金持ちだったのか。よくは知らないけど、フォンテーヌの魔術師なんてのは結構稼げるもんなんじゃないのかい？そういえばオーナー、ここの工房っていつもこういう機械で物を作ってるのか？なんかすごそうな感じがするな。機械でやれるなら手を使うやつなんていないだろう。最新の技術を使わないのだってある意味じゃ浪費さ。そして浪費は罪の一つでもある。じゃあこんなでっかい機械一体何で動かしてるんだ？そうだね。あんたたちみたいな素人にエネルギーシステムのことを説明するのはなかなか骨が折れそうだね。簡単に言や、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に立証混合エネルギー、つまり審判で生まれたエネルギーから来てるのさ。え？審判からエネルギーが生まれるのか？どういう原理だよ。あー、私も具体的には説明できないけど、大雑把に言うと、法廷で審判が行われるとき、油脂最低カーディナルが人々の正義に対する信仰を集め、それをエネルギーに転換して全フォンテーヌのために使うってなもんかね。油脂最低カーディナル、確か神が作った審判マシナリーだっけか。そんな機能もあったのかよ。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわっとしたものをどうやって機械のエネルギーに変えるんだよ。あ、つまり水神はこういう機械を使って信仰から生まれる力をエネルギーに変えて全フォンテーヌのために使ってるってことか？あんたらの言う概念とか考えは私からすると目新しく感じるけど、案外理にかなってるかもしれないね。それから立証混合エネルギー以外にもプネウムシアって呼ばれるエネルギーもある。生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど、不安定なエネルギーでね、未だに広い範囲で一般に向けて実用化ってところまでは行ってないのさ。仕事ほったらかしてまた雑談か、オーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに？あんたらカブリエル商会から借りた金は来月必ず返すと言ったはずだよ。とやかく言われる筋合いは。来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割、いや7割を回収させてもらう。あんたら、どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。もう材料も渡したし、オイラたちはそろそろおいとましようぜ。ちょっとちょっと、借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を清算したらどうだい。君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。でもまさか北国銀行に不良債権を残していくなんてね。おっと失礼、俺が先に話をしてもいいかな。北国銀行のもんか。来月必ず返すと言ったはずだ。とやかく言われる筋合いは。お、旅人おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。な
を離れてフォンテーヌにまで来てるんだ。話すと長くなるけど、実はもう長いことフォンテーヌにいるんだ。それはそれは退屈してたところさ。君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どこに行っても争いが生まれる君たちだからね。どう考えたってこの先の日々がぐんと面白くなるに決まってる。オイラたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだぞ。旅はやっぱり順調じゃないとな。そうだろ旅人。おい北国銀行の男、こっちを無視するな。邪魔しないでくれるかな。旅人と会える機会なんてめったにないんだ。君たちはそこで待つといい。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが、なのに雑談が終わるまで待てってか。小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。ほらこっちに来い。邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ旅人、前にトーニャとテウセルを氷釣りに連れて行ったんだけど、テウセルが、おい図に乗るなよ野郎ども、そいつを始末しろ。はあ、話をする暇もくれないとはね。まあいい、北国銀行からは客に手出しをするなって言われてるけど、君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺のために証人になってくれよ。まあお前なら一瞬で片付くだろうな。逃げられるかな。なんなんだお前は、強すぎるにも程がある。スネージナヤの北国銀行、まさかお前は。今さら気づいても意味ないよ。北国銀行が君たちの手に負えない相手だってことだけ分かってくれればいい。妙だな。わからない。手を出そうとした瞬間、水元素力が急に言うことを聞いてくれなくなったんだ。まさか神の目に何か。そんなことってあるのか。神の目の制御を失ってしまうなんて、オイラ初めて聞いたぞ。まあいいや、過度に神の目の元素力に頼れば鋭さを失ってしまう。それに俺には邪眼もあるしね。それでタルタリアはなんでフォンテーヌに来たんだ。北国銀行のお使いってわけじゃないんだろう。ああ、それは最近気分が下がってたからかな。え、なんだよその理由。お前にも悲しい時があるのか。もしかしたら俺も自分のことをあんまり分かってないのかも。近頃体の内に何かの力がうずくような気がしてね。それになぜか時折気が沈むんだ。もしかしてさっきの神の目の不具合もその力と関係してるんじゃないか。確かにそうかもしれない。そうだな、君たちに言ったかどうか覚えてないけど、俺は14歳の頃謎の深淵に落ちたことがあるんだ。今の力はほとんどその時に習得したものさ。そういうことを俺に教えてくれた師匠がいて、名をスカークと言った。彼女は口数が少なくてとても不思議な人だった。
どこから来たのか、何を経験したのか、全くわからない人でね。戦闘の技術を教えてくれる時もすごく厳しかったよ。どうして俺を弟子にしてくれる気になったのか、一度聞いてみたことがあるんだ。確か、俺が奴を呼び覚まし、俺の身に奴の痕跡が残されたから。そして将来、これらの戦闘技術はきっと役に立つって言われたよ。奴ってなんだ？お前は何を呼び覚ましたんだよ。それが、師匠はそれについてははっきり言わなかったんだ。けど俺は深淵に落ちる際に見た夢と関係があると踏んでる。夢の中で俺は果てない海の底にいて、目の前には息が詰まるような迫力のクジラがいた。クジラ？そういえばなんかそういうイメージあるぞ。オイラたちとやり合った時、デカクジラの大ジャンプみたいな技を使ってたよな。もしかしてあれか？あれはただの元素力で作った概念のクジラさ。あの夢を見た時から夢の中のあのシーンがずっと心に焼き付いていて振り払えないんだ。だからってそれを自分の技に入れたのかよ。悪趣味だな。なんで師匠に直接聞かないんだ？もしかしたら答えを知ってるかもしれないだろう。そんな簡単に言わないでくれ。あの件以来、俺がスカーク師匠とあの深淵の捜索をやめたことはない。探し続けてもう何年も経つのに何も進展がないんだ。記憶の中で謎の深淵に落ちた場所も今ではその痕跡すらない。うわぁ、なんか階段みたいだな。ああ、手がかりは全て途絶えてしまった。仕方ないさ。この世の奇遇っていうのはこういう風につかみどころがないものなんだろうね。おっと、いつの間にか話し込んじゃった。そういえばまだ用事が残ってたんだ。今日のところはこの辺で。また北国銀行の仕事か？いや、個人的な用事さ。最近暇な時にフォンテーヌの決闘代理人たちと手合わせをしててね。決闘代理人？そういう職業があるのか？ああ、フォンテーヌじゃ容疑者が法廷に出向く前、名誉を守るためのチャンスとして公式の決闘代理人に決闘を申し込めるんだ。でも決闘代理人は国中の精鋭たちから選び抜かれた強い奴らばかり。その上、決闘に寸止めなんて概念はない。だからこの行為は命を懸けて名誉を守ることの象徴とされてるんだ。勝てば審判を免れ、負ければおとなしく法廷行き。そして最悪の場合、決闘によって命を落とす。フォンテーヌには死刑が存在するという噂だけど、本当に死刑に処された人はまだいないらしい。だからどうしても受け入れられない冤罪とか名誉が第一とか、そういった人だけが決闘を申し込むんだ。そうでもなければ自分の命を懸ける必要なんてないからね。じゃあ本当にその方法で審判を免れたやつはいるのか？それはごくわずかだそうだよ。フォンテーヌの管理者がこんな規則を作ったのは個人の名誉への尊重を示してのことに過ぎないだろう。それに決闘代理人も伊達にその任についてるわけじゃない。これこそ俺がフォンテーヌに来てすぐにそいつらと手合わせした理由さ。今日のクロリンでは噂じゃ決闘代理人の中でも最強らしい。ずっと挑発し続けてやっと手合わせしてくれることになったんだ。お前な。それにしてもクロリンでって名前どっかで聞いたような。どこだったっけ？そうだ、これは君たちが持っててくれ。え、お前の神の目じゃないか。適当すぎるだろう。こんな
この神の目がさっきみたいな状況になって決闘に影響したらつまらないだろ。だからいっそ持たないことにした。それに旅人に預かってもらいたいだけさ。後で取りに来るよ。な、オイラ分かったぞ。次にオイラたちに会うための口実が欲しいだけなんだろう。そんなことないよ。それじゃまた後で連絡するから。タルタリアのやつ、気が沈むとか言っておきながら結局は相変わらずだったな。これでしばらくやることがなくなったよな。リネたちの公演までにこの街をブラブラしてみようぜ。おお、そうだったのか。まさかずっと存在感のなかった記者が犯人だったなんて。だ、ごめん、びっくりしすぎてうっかり。でもここの推理小説って本当に面白いな。フォンテーヌの推理小説って八重堂の娯楽小説とは全然スタイルが違うんだな。どっちもいいところがあるけど、オイラからするとこっちの方が新鮮に思えるっていうか、謎が明かされる瞬間とかすっごく興奮するぞ。特に今読んでたやつ、お前も買って読んでみろって。ごめんって、これからは気をつけるぞ。あ、それはそうと、そろそろ歌劇場でリネたちの公演を見に行く時間だよな。出発しようぜ。リネのやつ、歌劇場はエリニュス島にあるって言ってたよな。純粋線に乗っていこうぜ。次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。フォンテーヌへようこそ。足元にお気をつけて。ナビア船へようこそ。私はエルファネ。純粋船は間もなく出発するから、頭や手などの体の部位を窓の外に出さないで。純粋船の運営はこれによって起きた事故や損害に一切責任を負わないわ。それからスチームバード新聞を買って。私は全然読まないけど、今回の航行の終点はエリニュス島。
行ってみる価値のある場所はルキナの泉とエピクレシス歌劇場。左側上空には有名なフォンテーヌ科学院。実験事故のおかげで新しい観光スポットができるなんて、人の知性って本当に素晴らしいわね。さて、間もなくポートに到着よ。荷物のチェックをしっかりね。乗客の落とし物を遺失物センターに預けるくらいはするけど、手続きが本当に大変なの。私たちメルジーヌの手はペンを持つのに向いていないんだもの。船を降りるときは気をつけて。今回の航行のガイドを担当できて光栄だったわ。ありがとう。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。賢く健康な子供を授けてください。そんなことどうだっていいわよ。健康でいてくれればそれで十分。平安な一生を送れることこそ一番の幸せでしょ。そうだな。でも僕たち二人の子ならきっとお利口さんだぞ。これフォンテーヌのしきたりなのか。夫婦がたくさん集まってるぞ。バス。どうしたんだ？バス。バス。え？何か聞こえたのか？この噴水はルキナの泉といって、フォンテーヌのすべての水が交わるところなの。フォンテーヌの新婚夫婦はみんなここで子宝祈願をするのが習わしよ。リネット、びっくりしたぞ。いつの間に来てたんだ。お兄ちゃんが噴水広場で待てって言ってたの。忘れたの？それは覚えてるけど。ここは人が多いから当然でしょ。何が言いたいの？おい！脅かすなよ！ピルマからそんなおかしなことあるわけ？そう。確かに、あなたに教えてあげられる情報を持ってるわ。もしかしたら、その疑問に答えられるかも。それは幻聴なんかじゃない。あなたの水元素の感知力が強すぎるせいで起こったこと。うちにもあなたのような体験をした人がいるわ。水元素の感知力？でもこいつが聞いたのは人の声だろ。元素力と何の関係があるんだよ。あなたはいつ涙を流す？え？なんで急にそんなこと聞くんだ？答えて。悲しい時とかか？それか、すっごく嬉しい時とか、すっごく怖い時とかか？なら、
あなたにも理解できるはず。涙には強烈な感情が含まれている。さっきルキナの泉はフォンテーヌの全ての水が交わる場所だと言ったでしょう。つまり大地に落ちた涙もやがてはここに集まる。あなたが聞いた声ももしかしたら誰かの涙の強烈な感情かもね。それでそいつは何て言ってたんだ？本当にそうだとしたら一体何があったんだろう。その人よりも今はお兄ちゃんのことを気にかけてあげて。普段は余裕そうに構えてるけど本番前はいつもすごく緊張するの。あなたたちと話せば緊張もほぐれるかも。お、そうなのか。じゃあリネに会いに行こうぜ。やっぱり約束を守ってくれたね。旅人にパイも君たちに出会えて本当によかったよ。からかうなよな。ずっと楽しみにしてたんだから、お前の公演を見逃すわけないだろ。そうみたいだね。こんなに早くついてくれるくらいだからちょうどよかった。まだ観客も入ってないし、せっかくだから君たちに最高の席を用意しよう。チケットを取ってくるから待ってて。歌劇場は昔から指定席制でね、事前登録が必要なんだ。はい、これはもう登録済みだよ。君たちのチケットだ。わあ、一番前の席じゃないか。ありがとなリネ。なんてことないさ、遠慮なく楽しんで。おい、みなさん、ちょっとこっちに来てくれないか。ああ、舞台道具の配置にちょっと問題があるみたいだ。アシスタントのコーエルが呼んでるから、ちょっと見てくれよ。うん、オイラたち先に席に座ってるぜ。お前は自分のことに専念していいぞ。